元 SMAP の木村拓哉50が主演を務めるフジテレビの人気ドラマ「教場」シリーズのスペシャルドラマの制作が延期になったと9月21日付のスポーツニッポンが報じた「教場」は木村演じる警察学校の冷徹な教官風間道家と警察官を目指す生徒たちとのやり取りを書く物語 2020年と2021年の正月にスペシャルドラマとして放送されて高視聴率を記録。今年4月クールには月9枠で「風日公親、教場ロが放送された。新たなスペシャルドラマは来週放送で今週の撮影が予定されており、木村をはじめこれまで出演してきた主役級のキャストが勢ぞろいするという。ところが、 番組制作紙のトラブルが発生して制作延期に。記事によると、問題は制作期間を改めて検討し直せば解決し、延期は作品を上質なものにするためで、ドラマ自体を放送することには変わりないという。ダブルコート制作紙のトラブル、とのことですが、ドラマのロケ地から、CONG、が出た、と噂さされていますね。もちろん理由は、ジャニー喜多川氏。 去年87の課外問題の影響でしょうそして同問題をジャニーズ事務所が正式に認めたことで所属タレントを広告に起用することを見送る企業が続出木村さんもその煽りを受けていますよねワイドショー関係者木村を広告に起用してきた日本マクドナルドは現行契約の期間満了後は更新しない方針を明らかにし 同じく日産自動車はジャニーズ事務所所属タレントとの新規の広告契約を結ばないと発表した。また、木村が、リポビタンデーの CM に出演している対象製薬も、今後の起用について、ジャニーズ事務所の対応を見守る方針を示している。さらに8月16日配信の、ブ春シュンオンラインは、今週、高級面付商品のリニューアルで、 CM などのイメージキャラクターに木村を起用する予定だったものの、ジャニー氏の加害問題を受け、白紙になったと報じていた。日本を代表する企業の広告、CM が一気に4本もなくなってしまうわけで、その金銭的被害は甚大ですよね。全道8月3日発売の「週刊文春、文芸春秋」は、 木村がテレビ朝日で放送される2024年4月クールのドラマで主演することが決まっていると報じていた記事によると放送枠は木曜21時脚本は BG 新編敬語人シリーズですでに2度タッグを組んでいる井上由美子氏が担当するというドラマの詳細は未定のようだが BG パート3になる可能性もあると 同氏にはテレビ朝日関係者のコメントも掲載されていた。木村さんについては、2019年10月クールに TBS の日曜劇場枠で放送された、グランメゾン東京の続編も動いているという話も聞こえてきていますが、それもどうなっていくかはわかりません。前出のワイドショー関係者。ジャニー氏の加害問題が国連案件になって以降、 木村にも対処説がたびたび報じられた。9月1日配信のトースポウェブによると、SMAP 解散騒動の際に木村が残留を決意したのは妻で歌手の工藤静香、52の影響が大きかったとされる。それは当時の副社長だったメリー北川氏、去年93と工藤が蜜月関係にあったからだという。しかし、そのメリー氏はもういない。 さらに次女でモデルの後期、二重、は世界的なモデルを目指しており、ブルガリのアンバサダーにも就任。ところがジャニー氏の過去の所業は国際的な問題になり、父の木村が問題視されている会社に所属していることは、後期の海外での活動の足かせにもなりかねないと記事では伝えていた。そんな木村は、後輩たちを食事に誘い、普段あまり接点のない兵。せ ジャンプやセクシーゾーンのメンバーにも声をかけて決起集会を開いたと報じられるなど、新社長に就任した東山紀之56に代わって、長男坊的な動きも見せているが。